日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目で、お送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や。生活の話題を。 皆さんに紹介しています。短いので、毎日聞いて、日本語の勉強に役立ててくださいね。さて、今日は、ドヤ顔という言葉を、皆さんに紹介します。ドヤ顔とは、得意になっている時の顔のことを言います。例えば、テストでいい点だったからって、いちいちドヤ顔しないでよ。昨日、 兄がドヤ顔で限定のスイーツを買ってきた。ありがたいけどちょっとうっとうしい砂でお山を作った後の5歳児のドヤ顔がかわいいというように使います例文を見てわかるように非常に砕けた言い方で会話の中でよく使われますまた比較的新しくできた言葉でもありますちなみにドヤとは「 「どうや」というのは関西弁で「どうだ見たかすごいだろう?」という自慢の気持ちを表す言葉なんですよ。日本では謙遜を美徳とする考え方がありますからちょっとくらい何かができても自慢するようなことはあまりありません。ということで「ドヤ顔」と使われる場合あまりいい意味では使われないことがほとんどです。ただ そんな得意気な気持ちを隠しきれずに、素直に表現しているのだと思うと、なんだか可愛らしいですよね。さて、どうだったでしょう。皆さんの国にもドヤ顔のような言葉はありますか。またぜひ教えてくださいね。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。良い一日を。またね。